やってって書いてありますが、4、5年前まで薬屋さんをなさっていました。でこれはあの仙台市 の、 あの重要建造物っていうんですか、そういうのに登録されておりまして、あの正面の左手にプレートが入っておりますので、あれちょっと通りながらどうぞご覧ください。大正元年っていうふうに書いてあります。まあ河原町はあのここが城下の一番南の端だったんですね。でそれもあって、あの仙台城下に入る人たちはここからそちらからこう入ってきて、で城下町の方に歩いたわけですけれども、それもあって南の端へということもあって、そういうのがなんか繁栄につながったのかなと思います。あとご年配の方はご存知かもしれませんが、ここはあの青物市場がありました。で青物市場はもうちょっとそちらの方にあったと思うんですけれども、ここは広瀬川の、左岸っていうか左側の岸になりますので、こちら側 の、 あのその大号の人たちという6号とかですね、7号の人たちというのはあの、まあ、皆さん河原町に青物を卸しに来て、その帰りにここでいろいろな用事をお菓子を買うとか、あの農作業に使う鍛冶のそのクワや釜を調達するとか直してもらうとか、そういうことをして、そしてあの自分の家に戻られたんだと思います。ですからあの今はなくなってしまったんですけれども、この先に桶屋さんもありましたし鍛冶屋さんもありまして、そういう桶屋さんは例えば6号の農家に出向くとか、7号のその農家の庭先でお仕事をするとか、ここ結構あの田んぼのある地域と町場と、ここはそういう接点というような性格を持っていたのかなと思います。